はい、酒好きな、元新潟人の飲酒動画始まりました。今回は、Amazon で今届きました。今さっき届きました。5月23日に届きました。数量限定のブラックニッカ、クロスオーバー、来たー。かっこいい。これ色すごい黒ですね。前回の、ブレンダーズスピリットは、ほら、結構透けてるんで、割と。透けてないのか。あ、中身が入ってるから、黒なのかな。ね。まだ残ってます、これぐらい。あんま飲んでないですね。ブラックニッカ数量限定商品。バニラを思わせる甘い香り、爽やかな樽香。モルトとピートの香りが全体を引き締めます。ヘビーピートならではのドライで、スモーキーな味わいと、シェリーダル原酒の熟した果実のような芳醇な味わい。モルトの豊かなコク、複雑で力強いピートの余韻が続きます。原材料がモルトとグレーン。容量が 700ml。アルコール度数が 43% です。こちらいくらで買ったんだっけ？予約して買ったんだよね。予約と。俺いつ買ったんだっけな。あれ？クロスオーバー。クロスオーバーが、あれ？出てこない。ブラックニッカ、クロスオーバー。数量限定、これいつ発売だっけ？今日発売ですかね。これ Amazon で買ったんですよ。値段がね、2810円です。約3000円でしょうか。あれ、今の値段が2810円なのか。まあ、2000円だったかな。今多分値段高騰してんかな、これな。わからん。うん。多分2000円だと思いますね。はい。で、発売日が、わからん。予想は鮮やかに裏切られる。究極、対極の個性が交差するブラックニッカクロスオーバー。だって。それでは飲んでいきたいと思います。最速、ユッキーの最速、ウィスキーレビューですね。今日届いて、今日投稿して、今日レビューして、今日投稿するという、スーパーユッキーの、乾杯。ああ。あのね、辛いっていうのかな。結構強烈ですね。結構甘い。なんか、結構口にピリピリっとは来るんですけど。うん。でも、スモーキーさもまあある。うん。で、香りもすごい強いですね。うん、もう香りがね、もうすごいんだわ。ただ、アルコールの、アルコール臭っていうのがブワーって、来るね。すごい。アルコールの、ブワーって来てるのが。もうこう、匂いを嗅ぐともうアルコールの、あれで、鼻が、甘い。ブレンダーズスピードに比べると甘いですね。うん。これは、香りがかなり強い。ただ、コクはあんまないですね。ブレンダーズスピードの方がはるかにコクはあったんだけど、
これ多分ハイボール向きじゃねえかな。この感じ。甘さ強いし、香りも強いんで、まあ、コクはまあ、ハイボールにする要因としてはまあ、コク弱いんで、まあ別に。ブレンダースピリットもね、ハイボールにしたらすげえまずかったからね。やっぱストレートが一番うまいんだろうね。ブレンダースピリットをハイボールにするとすっげえまずかったけど、これはどうなんですかね。うん。まず辛いのと甘い。で、コクはないけど、甘い香り、甘さがかなり強いかな。うん。ああ。なんつうかな。なんかすっげえシャープな味わいするね、これね。ビヤーって。あ、もうすでにレビューが書かれてる。ハイボールは絶品。これからの季節でおすすめ。近所のイオンで2000円で、6本購入しました。5% オフだから、これ2000円らしいです。うん。定価2000円です。アマゾンで今2600円か2800円ぐらいになってますね。2810円になってます。もうすでにぼったくりが始まってます。余市よりも宮城郷寄りのテイストです。あ、これ、この人、あれだな。よくわかってんね。ブレンダーズスピリットはね、余市だったんだけど、これは宮城郷っすね。ピュアモルトで言うと、レッドの、感じ。宮城郷をピーティーにした感じです。ストレートよりもロックで変化を味わえます。飲み口がさらりとドライなので、ハイボールは抜群に美味しいでした。宮城郷が好きな方、いや、ハイボールが好きな方はコストパフォーマンス的におすすめです。余市が好きな方は、ブレンダーズスピリットをなるべく薄めず、ロックかストレートがおすすめです。ブレンダーズスピリット5としたら 3.5 程度の、評価が個人的には妥当かとか、あ、そうですね。この人の、カスタマーレビュー読めばもう大体書いてあるわ。ただし税込み2000円前半なら買って損はないでしょう。ブレンダーズスピリットのような過度の期待はせず2000円のブレンデッドウイスキーとして楽しみましょう。バニラの香りとドライでキレのあるハイボールは素晴らしい、出来で絶版です。絶品です。女性受けもいいでしょう。仲間とワイワイやるには価格的にもこれから夏に向けて持ってこいですよ。ハイボール派は、限定販売でなくなる前に、安いうちに数本確保しておくことをお勧めしますだって。まあ味的に考えるとね、これは、ジョニー・ウォーカーブラックラベルよりか美味しいですね。うん。ジョニー・ウォーカーブラックラベルは結構おとなしめなんだけど、これはだいぶ、なんていうか、やんちゃな味です。かなりやんちゃな味です。うん。てか、すごい喉がね、焼けるような、感じ。ブワーって。うん。でも美味しいですね。まあ、2000円でこの味は、味なら買いでしょう。まあ、うん。まあ、そうっすね。とりあえずハイボールで飲んでみて、どんな感じかっていうのを、まあ、ちょっと実験でね。絶対これハイボールうまいぞ。これは。これ飲んでなくてもこれわかる。これ絶対美味しい。ブレンダーズスピリットはハイボール全然クソまずかったけど、絶対これはうまい。ハイボールにして飲んでみましょう。こういうね、味わいはね、絶対ね、なんていうかな、確認っぽいんだよ。なんか、香りっていうか、俺が以前言ってた、黄色い香りがする。完璧に、この、革命独特の黄色い香りがすっげえするんだよ。
ちょっとハイボールでいただきます。乾杯。あー、これあれだ。革命黒に次似てる。黒革命の、あれだ、度数も同じです。黒革命じゃねえ、これ。もしかして。もしかしてこれ黒革命なんじゃないのか。まさか。黒革命を、もうちょっとこう、パワーアップさせたみたいな。黒革命の、あれの味がする。ハイボールの味がする。懐かしい。俺黒革命好きだったんだよ。俺黒革命が好きでさ、ハイボールにはもっぱら黒革命だったんだけどさ、黒革命が終売しやがってよ。でさ、仕方なく革命のさ、ハイボール飲んでたけどさ、やっぱまずいんだよね。やっぱ黒革命のね、ハイボールじゃねえと。これ黒革命のハイボールだ。うん。ちょっと味、やっぱ濃いな。黒革命の2000円版みたいな感じかな。うん。黒革命好きな人おすすめです、俺は。黒革命をもうちょっと香りが強くして、で、さらに甘くした感じ。うん。これ美味しいっすね。うん。あ、うまい。まあ、ただ2000円だから、まあ、2000円でこの味って考えると、まあ、買いではあるね。確かに。ただ、ブレンダーズスピリットみたいに、3000円で、クソみたいなうまさはさすがにないと思うね。まあ、3000円とか2000円で、これ4000円の味はしない。倍ぐらいの値段の味、てか5000円ぐらいか。まあ、さすがにね、3000円のウイスキーの味を、これ今2000円だけど、これをあくまで3000円のウイスキーの味としてメインは見れない。ブレンダーズスピリットは3000円で5000円ぐらいの味にしたんで、絶対、これはまあ、値段相応よか、それよかちょっと上ぐらい。ちょっと上っていうか、うん、まあ、まあ、上です。うん。まあ、値段相、でも2000円だからな。革命を2000円化したみたいな感じで、まあ、っていう感じで言えば、まあ、2000円のウイスキー、そうか、まあ、って感じかな。まあ、買いですね、これは。うん。これは買いでしょう。まあ普通に美味しいんで、うん、まあ皆さんね、5月の23日に数量限定で発売だって。やっぱ今日だ。アマゾンだから、ね、なんかわかんないけど、何か手違いで22日とかに届かねえかなと思ったら、やっぱり届かなかった。23日に届きました。まあ、発売日に届いたんで別にいいんだけど。ああ、でもこれあれだな。本当にあれだ。これはストレートで飲むよか。ハイボール向きだな。ちょっとトゥワイスアップでいただきますけど。トゥワイスアップはあれだな。これダメだ。トゥワイスアップはダメです。ロック。ロックロック。ロックで飲んでみる。久々にちょっと、久々に買ったウイスキーでちょっとテンションが上がっている。飲んと同時に、のと同時に、まあ、発売日なんで、
なるべくこう、ちゃちゃっと飲んで、ちゃちゃっと、あれを、あげたいですね、レビューを。ちゃちゃっとあげて、ちゃちゃっと。俺、基本編集しないからいいんだけど。まあ、いいか。じゃ、とりあえずロックでね。ロックでいただきましょう。冷やして、回転させて、冷やしての、これ、ああ、いいのか。まあいいや。乾杯。ロックにすると急に穏やかになったね。なんかパンチがなくなったというか、全然飲みやすくなったというか、アルコールの痛さ、喉の痛さみたいなのもなくなったし。ただちょっと、穏やかになりすぎて、なんか面白くなくなった。うん。面白くないですね。やっぱりあれかな。ストレートかハイボールかな。飲むとしたら。ロックはなんか穏やかになりすぎて面白くもない。うん。つまんないですね。クロスオーバー、オーバーザレインボー。まあ、ということですかね。一応、なんか、公式だと、ロックで楽しむとかって書いてあるけど、ロックで楽しむ香りと味わいのドラマティックな変化。果実を思わせる芳醇な甘さと豊かなコクの後にやってくるドライなピートの味わい。力強く続くスモーキーな余韻、氷が溶けるとともに次々と開いていく重層的な香りに驚く、ブラックニッカらしい飲みやすさと、刻々と変わる複雑な味わいを楽しんでほしい。とかなんとかわけわからぬこと書いてありますけど、全然ロックだと美味しくないですね。つまらん。トワイスアップでもつまらん。結果ストレートがハイボールで飲むのが一番美味しいと俺は思います。ということで、レビューでございますが、23日。コクは、普通ぐらいだよね。甘みは強いですね。甘みは5つ星ぐらいにしとこう。4つ星ぐらいにしとこう。まあ、ウイスキーにしては5つ星なんだけどね。まあ、ウイスキーにしては5つ星なんだけど。まあ、香りも強いですね。香りは強い。まあ、これはまあ、おすすめしますけども、まあ、さすがに5つ星はつけがたい、感じでしょう。はい。3、4、5、4です。ご視聴ありがとうございました。